宇宙水爆戦は1955年に制作されたアメリカ合衆国の SF ホラー映画ユニバーサルモンスターズ作品のうちの一つでもある。若いが優秀な原子物理学者カルミーチャム博士は差し出し人不明の小包みを受け取り現代科学を超えた通信装置インターロシターを組み立てる。興味を持ったミーチャムはその指示に従い迎えに来た。 無人飛行機に乗った。到着したところには、女性科学者のルース・アダムズ博士のほか、優れた科学者たちが何人もいた。彼らを呼び寄せたのは、エクセターと名乗る不思議な人物である。実はエクセターは、メタルーナという惑星の科学者であった。メタルーナ星とゼーゴン星は、数世紀にわたって、戦争を続け、メタルーナ星は不利になりつつあった。 エクセターはメタルーナの指導者の命令を受け、地球人科学者を新兵器開発に従事させようとしていたのである。勘づいたミーチャムとアダムズは他の科学者たちと共に逃げ出そうとするが、二人はエクセターと部下の乗る円盤型の宇宙船に捕らえられ、半ば強引にメタルーナ星に連れてこられた。すでにメタルーナ星はゼーゴン軍の水爆攻撃で廃墟と化しており、メタルーナの指導者は 自分たちは地球に移住して、地球を支配するとミーチャムらに明かす。それはエクセターすら知らなかったことであった。もちろん、ミーチャムもアダムズも拒否したが、彼らは、精神改造手術で意志を奪われそうになる。しかし、エクセターの行為と起点で助けられた。指導者も戦死して、もはやこれまでと判断したエクセターは、ミーチャムたちを円盤に乗せ、滅亡寸前のメタルな星を脱出した。 その背後で、メタルーナ星が全音の集中攻撃を受けて、火の玉になるのが見えた。地球への帰還途中、宇宙船内に紛れ込んだ、昆虫生物ミュータントに襲われかけるという陳事も、あったが、別れを惜しむミーチャムとアダムズを地球に送り届けた後、故郷を失ったエクセターは、炎に包まれた円盤と運命を共にするのだった。ありがとうございます。